シャリンガンで現実をかけ、クーデターを阻止する。難しいことじゃない。すぐ終わる。イタチは俺の勝手を怒るだろうな。けど、これでお前たちはずっと家族でいられる。それが重要だ。そのためなら俺は。よし。根のものか。なら黒幕は。早いな。さすが春神の子孫。団蔵、お前たちは下がっていろ。何を考えている。なぜ俺の邪魔をする。相手の脳裏に入り疑似体験をさせる同日こと天つかみ。それほどの力をクーデター阻止のために用いようとはな。うちは一族の割にシャリンガンの使い方を知らぬと見える。奴らを同日で抑えたとて、うちは一族という存在が残る限り、クーデターの会議は払拭できぬ。余震はうまくいったとしても、それは今この時だけ。この先同じような事例が起こらないとは限らぬ。いや、おそらく起こるだろう。遅かれ早かれ、ウチハとコノハは対立することとなる。ならば、この時をもってウチハを粛清することこそ、里の未来につながるとは思わぬか。だぞ、お前初めから。これも木の葉の真なる平和のため。何、お前の目はわしが有効に使ってやる。よくも粘る。うち葉一の手だれ。その名は伊達ではないか。ならば無理やり隙を作るまで。まずは一つ。このままでは。おい、あの傷だ。そう遠くへは逃げられん。はっ。浸水。俺は頭は狙う、足元を狙う。はあ、やれ。まだやり残したことが。
だあれは。隊長、今だ。任務じゃなかったのか。嫌な予感がしていた。だから。そうか。迷惑かけたな。根が間に入ってしまっている。残念だが、もう内派のクーデターは止められそうにない。このまま木ノ葉が内戦を起こせば、他国が必ず攻め入ってくる。まず戦争になる。こと天津神を使いクーデターを止めようとした矢先、団蔵に右目を奪われた。奴は俺を信用していない。なりふり構うことなく自分のやり方で里を守るつもりだ。おそらく左目も狙われる。その前にこの目はお前に託す。しずい。頼めるのは親友のお前だけだ。この里、内葉の名を守ってくれ。俺は。それとだ。俺がお前に渡すのはこれだけじゃない。お前に新しい力を与える。万華鏡シャリンガンだ。シスイ、お前。どの道俺は長くない。最後の贈り物だと思って受け取ってくれ。なんて顔してる。今の俺でもお前の表情は簡単にわかるぞ。不安な表情はお前には似合わない。いかなる時も平静を装え。それが内派イタチだろ。なに、お前ならできる。大丈夫だ、自信を持て。俺はお前と共に内派を。これからのお前は暗く辛い道を歩むことになるかもしれない。そんなお前の隣にいてやれないこと申し訳なく思う。それでも俺はお前が道を外れることなく木ノ葉の忍びとして進んでくれると強く信じている。だからこそ託せるんだ、俺の意志も万華鏡もな。いろいろありがとな。俺の道はここで終わる。だがそれがお前の糧となり、新たな力となる。さあイタチ、今がその時だ。己の手で己の道を開いてみせろ。お前ならできるはずだ。じゃあな、親友。あとは任せたぞ。
安心してくれ、止水。お前の意志は俺が引き継ぐ。俺は俺の選んだ道を信じて進む。それが里の未来につながる。そして弟内葉を救うことになる。そのために俺はこの目と共に闇を歩くよ。